英会話スクール、イングリッシュパートナーズの清家薫です。摂氏、英語では、セルシアス。音節は3つです。セルシアスになります。で、アクセントは E につくので、セルシアスになります。一緒に発音してみましょう。セルシアス。はい。セルシアス。はい。Very good. 摂氏の例文はこちらです。一緒に練習してみましょう。日本では摂氏を使う。In Japan, we use Celsius. はい。Very good. 摂氏 37.5 度以上の方は入れません。Those above 37.5 degrees Celsius are not allowed to enter. はい。Very good. 摂氏、英語では Celsius。意外とご存じないかなと思って取り上げてみました。ぜひ覚えてください。出張英会話レッスンなら English Partners で検索。オンラインレッスンもやってます。